お疲れ様です。長倉です。今日はですね、電子書籍についての話をしていきたいなと思います。結構ね、このチャンネルでも電子書籍の話をよくしてるんですけれども、それなんでかっていうと、やっぱ電子書籍がね、非常に今、チャンスだよという意味で言ってます。で、まあ、俺なんかはね、こういうね、ペーパーバック化、ね、このペーパーバック化までしちゃってますよと、非言語を言語化せよとかね、人生をコンテンツ化せ、せよみたいな形でですね、ペーパーバック化もね、20冊以上してんじゃないかな。20冊ぐらいしてるんじゃないかなというふうに思うんですね。で、電子書籍も30冊以上出してるわけですけれども、改めてね、今日は電子書籍稼げますよみたいな話をしていきたいなと思います。いろんなね、ところでも発信してるんだけれども、俺自身電子書籍からの印税ね、電子書籍からの印税で、なんとですね、1000万円超えてるわけですよ。これって結構やばくないですか？なんか本当になんかいろんなところで言ってるんだけど、これやばくないですかと。で、これなんでやばいかっていうと、本当にね、一回作ったらそれほっといたらね、1000万入ってたみたいな話なわけだから、これ今後もね、作り続けたらもしかしたらっていうか、まあ1億ぐらいまで絶対いける自信があるわけですよ。うん、そうなると、今まで、ね、7年ぐらい前から、8年前か、8年前から俺は電子書籍ってものに取り組んでてね、まあ自分で言うのもなんだけど、電子書籍の日本での第一人者とも言えるんじゃないかななんていうふうに思ってるんだけれども、そんな中でね、今まではマーケティングツールとしての電子書籍だったんだけども、今はどっちかというとね、その電子書籍自体で稼げるようになったよってことなんです。じゃあね、こういう話をすると誰でもいけるんですかっていう話をするんだけど、これまさに誰でもいけてですね、誰でも稼げるんですよ。で、実際、まあ過去にもね、電子書籍出しましょうみたいなことを教えた人たちがいるんだけど、電子書籍書いて一銭もお金が入んなかった人って僕一人も見たことないんですよ。つまり誰でも稼げるってことです。一人もいないんです。それまでいろんなね、コンテンツビジネスとかいろんなビジネスをしようって言って、試みてもね、なかなかね、稼げない人っていっぱいいるわけじゃないですか。でもですね、電子書籍だけは絶対稼げるんですね。それはもちろん少額かもしれないけど絶対稼げる。でもそこからね、着火して、いろんなことをね、展開していくなんていう人も結構増えています。なのでですね、電子書籍は誰でも稼げる。まあこれをね、強く言いたいなと。いうふうに思います。それでね、まあよく、じゃあ電子書籍が無名でもいいのかみたいな話なんで、本当無名でも大丈夫です。そして、重要なのはタイトルと、ね、まあタイトルであり、テーマであり、ターゲット、かなと思ってます。まあ最近はね、3つの T っていう形で伝えようかななんていうふうに思って考えてるわけですけど、まあこれ話したらね、誰かがね、なんかその、じゃあ中身はどうでもいいのかみたいな話あるんだけど、中身はちゃんとしてるのは当たり前。まあ中身はある程度書くのが当たり前なんですね。で、中身の書き方もいくらでもあるわけですよ。まあそういうのなんかもね、今後もどんどん発信していければなというふうに思います。ということでですね、電子書籍は稼げるのかっていう話で言うと、必ず稼げますというふうに断言したいと思います。ということでまた次回お会いしましょう。